これは本物？はいどうも、ショイ TV です、本日はですね、所沢にある、カムイスポーツさんに来ております。暗いですが、外観はご覧の通りです。黄色い建物が特徴ですね。本日はグローブを見に来てまいりました。非常に豊富なグラブの品揃えで、公式グラブユーザーに強いそうです。で今回グローブを買いに来たんですけども、何のグローブがいいかというのは、あまり考えてないんですけど、今回は、いろんなグローブを見ていって、気になったグローブを買うという感じで、そういうゆるい感じでやっていきたいと思います。ではまず見ていきましょう。はい、まずこちらがプロステータスの、内野手用ですね、グローブですね。はい、こんな感じですね。プロステータスがたくさんですね。で、ウェイクとウィルソンがありますね。所沢のカムイさんは僕が高校時代によく、使わせていただいたお店なんですけど、でこっち行くとアシックスのグローブ、比較的アシックスのグローブも結構ありました。そして軟式ミズのコーナーですね。他にザナックスやワールドペガサス、畠山などありました。でこちらが軟式用ですね、軟式用のコーナーとなっております。でこちら側に行くと公式のグローブコーナーですね。品揃えがたくさんございます。こちら畠山の V シリーズというキャッチャーミット、で上行くと畠山とワールドペガサスのグローブがあります。でとにかくもうこんなに、カムイスポーツさんはですね、基本的に所沢にあるんですけども、高校野球をやられている方中心の、グローブの、品揃えになっているそうです。はい、で移動してバッティンググローブコーナー来ましたね。セレクトナインや、グローバルエリートなど置いてあります。周りにウェイクとフランクリンでアシックスと、そうアシックスといえば、ほい出ました、ガチモノグラブです。ダルビッシュ有選手のグラブと大谷翔平選手のグラブ、お値段は8万円と合わせて16万円。ちなみにこのグローブは店頭には置いてないそうです。店員さんに頼むと見せていただけます。ダルビッシュ選手モデル、大きさが13と外野仕様みたいですね。でこちら大谷翔平選手は実はヌバックのグローブなんです。かっこいいですね。大きさは10ですね。このグラブプロ仕様で、プロが数ある中から気に入ったグラブを選ぶそうですが、惜しくも選ばれなかったグローブがお店さんに置かれているそうです。このグローブ気になった方は店員さんに見せてもらいましょう。そしてグラブ鑑賞タイムどうぞ。これは本当にもしかしたらダルビッシュ選手が選んでいて、実際にメジャーで使っていたかもしれないグローブ。ずっとグラブを眺めていられます。8万もするこのグラブ、翔平買えよと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。撮影協力をしていただいたカムイスポーツ所沢店さん、本当にありがとうございました。本日のご視聴ありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったら、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。Twitter、Instagram もやっておりますので、フォローの方よろしくお願いします。今後動画でやってほしいことがあれば、コメントにどんどん書いていってください。お願いします。この後未公開シーンもあるよ、また見てね。先日走れ大井チャンネルで配信された巨人の亀井選手が試合前に行っている練習法ですね。こちらをせっかくなので僕のチャンネルでもご紹介したいと思います。翔平 TV は守備練を行っているつもりです。ガチだね。バーン、すいません。
取れましたか？刺さった。刺さりました。さあ、ストライクで。これ亀井選手が狙ったところに行けるんですよ。例えば左とか右とか。そうなったらやばい。それでは今日のアテンドメールは以上です。